誰だ、風船がどうのこうのって言ったね。ここでも別人、これ親戚とか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、私のこのため取るサブクエストでさ、ヴィゼルの背比べ、小さいヴィゼルと暮らすトーマから大きいヴィゼルを譲ってほしいと頼まれたってやつ。これね、私めちゃくちゃヴィゼル取りまくりよってやん、前なんやけど、それでさ、どこに大きいヴィゼルおるねんって思いよったんやけど、あれなんやね、数値だけじゃなくって普通に見た目からして大きいんやね、ヴィゼル。もう捕まえたんよ、実は。てか動画外でね、これめちゃくちゃいっぱい、めちゃくちゃいっぱいってほどじゃないか。あ、でも3つ埋まっとんやね。この辺ね、捕まえてなかったポケモンめっちゃ集めた。でもまだね、ポイントがまだまだ足りてないんやけど、でも1000は切ったよ。どれだ、ヴィゼル。これかな。ちょっとパッと見でわからんねえけど。強さ見たらわかる感じ。重さ 44.21。で、この辺は10キロも違うってことは、あれか。でかいってことかな。あ、おそらくそうやろう。ってことで、これ、持っていかんといかんのかな？持っていかんで大丈夫なんかな？一応も、いや、大丈夫か。よし。多分。なんか他の依頼の時はさ、別に手持ちで持ってなくても大丈夫やった気がするんよね。どの辺やっけ？あっち側か？あっち側か。全然違うな。誰？この女の子。こんな子おった？なんかおらん、初めて見たんやけど。この女の子ってあれ前に家の中におった子かな？ねえねえ、あのポケモンなんて名前？どんなポケモン？なんかさ、動画外でレベル上げしよるときこんな子おらんかった気がするんやけど、唐突に現れた？何？どのポケモン？コイキングやん！捕まえたよ、コイキング、私。でもギャラドスの方が捕まえれんねよね。なかなか。コイキング、なんでコイキングなの？強い？かっこいい？飛べる？コイキングはね、なんか、近寄ってくるんやけど、めちゃくちゃ。集まってくるんやけど、何もしてこんっていうね。まあ、跳ねるしかできんのかな。飛べない、かっこいいよって言った子。かっこいいの？なんでかっこいいの？どこがかっこいいの？ねえ、なんでなんで？あるよね、子供のこういう、なんでもかんでも、なんでなんでって聞いてくる。ねえねえ、もっと教えて、教えて、教えて。コイキングいっぱい調べてね。図鑑できたら教えてね。図鑑系のやつか。サブニム39、もっと教えてコイキング。あんなとこにコイキングあること今初めて知ったんやけど。全然知らんかったんやけど。なんか、後ろでに、おばあちゃんみたいな感じやね。ってか、あそこか？あれかな？なんかね、どこかしらの、門のところらへんにおった気がしたんよね。あれかな。お掃除、お掃除。村の中におったよね、ヴィゼル探しよる人。外側におったんか、門の。あ、そうやそうや。僕のヴィゼルより大きいヴィゼルを譲ってくれるのかい？泣くね。ヴィゼルどこ行った？なんか順番変わった？気のせい？ヴィゼル？待って、ヴィゼル？フローゼル？なんか私思っとるの違ったってこと？フローゼルって何？ちょっと待って。フローゼルっていうのはヴィゼルの進化系のことかい？なんか違うんやっけ？見た目一緒じゃない？違う？めちゃくちゃ違うやつ捕まえたんやないや、私。いつら。じゃあ、ヴィゼルの、その辺歩きよるやつで、でっかいのを見つければいいってことやね。じゃあ私がさ、いつも見かけよるやつはフローゼル？ヴィゼルどこにおるん？一緒じゃない？ちょっといつまでも言うけど、一緒じゃないん？見た目はほとんど変わらんくない？進化しても。まさかの違うとかある？めっちゃ私、喜んだのに。
やった大きいのおるやんって思ったのに、でもまあ見た目でわかるね、見た目で大きいってわかるっていうのはわかったなるほどね、そういうことね。よし、じゃあまたしばらく時間がかかるわけだ。ブイゼルね、フロー、私ずっとブイゼルやと思っとった、あれでもブイゼルマークついとるやん。ブイゼルはブイゼル、え、ブイゼルはブイゼルで持っとった私。謎。ちょっと待って、違うんや。これ何？新しい依頼。また違うやつかな？え、受け取るやつは新しい任務って書かれんよね。え、書かれるんかな？いや、多分あれやな。メインのやつやろ。はい、外に出てきます。どこ行こう？国用の原野。高台ベース。え、なんかね、確かね、どこかしらに、ちょっと意味なく回ったけど。あ、これか。そう、新しい依頼っていうのがあってね、それが気になっとったんよね。じゃ、そこに向けて行こうかと。どこ？あれか？え、あれさっきから出てなかった？え、あれなんかな？これか。あ、さっきまで多分あれか、風抜け道にピン立てとったんやけど、別のところに移動、あれは別の島か？あそこまで泳いでいかねばならんのね。これはブイゼル？フローゼル？へぇ助けてー。もしかしてあれか？大きさでわかるとか思ったけど、大きいのがフローゼルってこと？なんか、あ、そうな気がしてきた。多分そういうことやんね。え、じゃ全然見た目じゃわからんってことやん。どういうこと？てかさ、あれよね。そもそもあの人のブイゼルは一体何キロなんすか？そこがわかったらね、え、1キロでも大きかったら別にいいってことやろ？きっと。なんだ、じゃあ見た目で判断できんやん。これか？なにこれ、人？人やね。しゃがんどんか。あ、なんか勝手に始まった。ん？ポケモンを連れている。うん、連れてるよ。なんなら乗ってた。こんな場所で会ったのも何かの縁。うん、きっとそうに違いない。いきなりだけど君に一つ頼みたいことがあるんだ。初対面で。名前を忘れてしまったんだが、両手に鎌を持ったポケモンを連れてきてほしい。ストライクのこと？はあ。そう言ってくれると思ったよ。なぜポケモンが必要かって？いいじゃないか、そんなことは。え、絶対なんか働きに、ねえ、使うんじゃないの？とにかく両手に鎌を持ったポケモンをここに連れてきてくれよ。サブニーム51、悲しく、そして美しく。何その、なんか壮大な感じ。両手に鎌を持ったポケモンはハマナスの島の末都市に見せる。ハマナスの島なんこれ。ハマナスって花の名前よね。え、てか私、ストライクってまだ出てきてないっけ？おそらく出てきてない。な。マジか。じゃあちょっとまた新しい依頼を受けに行こうじゃないか。新しい依頼って全部あんな感じで出てくれるんかな？あの475って何？何の依頼？ちょ、わからんねえけど、ちょっと一旦戻って行き直そう。え、だって次のメイン任務ってあれやんね。星上げんといかんやつよね。この辺は行けんかったんやっけ？何このマーク？あ、新しいやつか、あの。グレンの湿地。アレチベース。おっと。ん？なんか、誰？落とし物？落とし物しょっちゅう拾いよるよ。どうも。お、あんた一つ助けてくれないか？湿地ベースを出てから親分のカバルドンに追われてさ、その時お守りを落としたみたいで、どうにか取り戻したいが見つからなくってな。沼に落ちてるお守りを見つけたら俺んところに届けてくれよ。沼に落ちてるお守り？何それ。絶対見つけにくいやん。
サブ任務40、沼でなくしたお守り。これはあれかな、グレンの湿地で陽次郎が落としたお守りを探す。え、目視目視それともさ、これで探せるやつ、ヒント書いとったりするかな。どこ、サブ、ん、今のか。沼でなくしたお守り。別に何も書いてねえな。見たことしか書いてないな。湿地ベースから出たところの沼って言ったよね。じゃあこの辺一回飛ぶ？湿地ベースから出たところの、その辺ってことか。とりあえず乗っとこ。これあれかな？目的のものに対して、青で反応するんかな？前なんか人探しの時、青やったよね、確か。ただの、アイテム発見みたいな時は黄色で、目的のものとかやったら、黄色とか？その辺、いまいちよくわかってないよね。じゃあ、あそこになんか、あの目が赤いやつは、親分ポケモンってこと？今更ながら、その辺もあまり理解できていないんだが。こっちは川か。でもこれも、この辺って沼？なんか、そんな沼って感じじゃないんやけど。沼なんかな。どこ？どれ沼って。これで合ってる？なんか沼ってさ、結構私の中で、なんか、ヘドロがいっぱいあったりとか、なんか、沼って感じなんやけど、わかる？ただ、さっきから通り寄るとこさ、普通になんか綺麗な水が溜まっとるだけな感じが、ない？あそこから出てきたんよね。あそこが湿地ベース。今のはなんだ？でも多分この辺が沼であったんかな。ね、湿地ベースから出たとこの沼って言ったけん。マジでないんやけど。見つかる？目視？やっぱり。ねえ、やっぱり目視ですか？これ。こっちの方に広がっとるこれも沼かな。お、びっくりした。全然見えてなかった。見えてなかったっていうか、ただの植物やと思ってた。こいつって、こいつってさ、走れんのか。他の子たちはね、Y でスピードアップするんやけど、ここじゃない沼。あ、この辺やったら私的にも、沼やと思う。けど、普通にこの赤で見つかる感じかな。どこ、どれ、この辺。スイートトリュフ全然ちげえ。いい怖い怖い怖い、やめて。この辺沼やんね。あ、すごい、足が泥だらけ。ちゃんとそういう感じになるんやね。私マジでさ、今、あ、こいつやろ、いよった親分ポケモン。ってことはや、あ、なに、あった、なんだ、勝手に始まるんじゃねえか。わざわざ、呪いのに乗る必要はなかったって。もしや戦う？あ、そういう感じやね。そういう感じですね。爆風。ね、相手は何タイプ？水タイプ？他のポケモン出せんやん。あ、びっくりした、出せたわ。道具の方か、今。待って、とりあえず技。特に何もやねん。相手がもし水やくしたら、私、若干ポケモン変えたんや。見て見て。ほら、ネオラントとか。可愛くない？可愛いよね。強制。ゴーストとか。レントラーだそう。あ、違うって。あ、違う。はい、レントラーに変えます。
か相手何レベル34か全然いけるねきっと。ちょっと待って、電気ショック全然ダメなんやけど。地面、そういうことか。おそらく地面やね。ってことは水で、水か草。よし、ネオランっていくわ。私どんだけ変えるねんって感じやけど。いや、かわいい。かわいい。うわ、めちゃくちゃ泥だらけにされたけど。水の波動、あ、やっぱ、ほら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 。もう全体的に、水タイプの攻撃技よりも、飛行タイプの方が多いんやけどね。耐えて。今一瞬自分が動けること忘れとったわ、戦闘中。めっちゃ動く。止まっとる方が邪魔じゃないよね、私。イェーイ、レベルアップ。あ、新しい技覚えたよ。あんたすごいな。カバルドンとも渡り合えるのか。え、一緒に来とったん？マジで？ん？そこに落ちてるのは。そんなところから沼の中に落ちてるお守りが見えるってすごくない？あー、俺のお守り、お帰り。まさか俺のためにカバルドンと戦っていたなんて。感動したよ。なんていいやつ。あんたが一生懸命探し取り返してくれたんだよな。見てこれ、こんな近場でも全然見えんよ、足元。このお守り、もう二度と落とさないからな。サブ任務40、沼でなくしたお守り達成。イエーイ。ふぅ。倒してもすぐそこにずっとおるやないか。え、あれ倒しても永遠におる感じ？それとも、あれ？あの、イベントベースやけん、おるってこと？あ、違う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 。さっきの B です。はい。あと、新しい依頼は別にここにはもうないかな。じゃあ一旦、見つけんな。私を見つけんな。入手なえよ。ちょ、一旦、みんなの視界から、うわ、もういっぱい降りすぎ。一旦みんなの視界から、逃れて、はい。ベースに戻って、てかさ、あの親分ポケモンってさ、あれ？捕まえれる感じ？まあ、今、モンスターボール持ってないんやけど、一旦戻って、なんかそういう項目があった気がするんよね、なんか。よし。で、またちょっと、お、ポケモン大量発生の報告やって。石粒ってか、別にどうでもいいな。じゃあ、群青の海岸に、海岸ベースの方行こう。ん？誰だ？風船がどうのこうのって言ったね。ここでも？いや、初めての風船割りかな？それとも慣れたものかな？ポケモンと一緒に風船割る楽しい遊びに挑戦しないかい？慣れたものってわけじゃないけどね。え、でも場所が違うってことはまたなんか難易度も違うってことかな？ポケモン乗って風船ちゃんを割った数を競う爽快な遊びでね。え、別人これ。親戚とか？親族でなんか同じ店しよるみたいな。まずは24個以上風船ちゃんを割ってみよう。おじさんはここにいるから、風船割りがしたいときは声かけてくれ。24個？前ってその半分ぐらいじゃなかった。気のせいかな。サブ任務47、海岸の風船割り。前回結構ギリギリだった気がするんやけど、そんなことなかった？あの村のやつ。ちょ、やってみよう。ポケモンに乗って体当たり、目指せ風船割りの達人。まずは24個以上風船ちゃんを割ってみよう。さあ、挑戦していくかい？はい、しましょう。風船ちゃんは全部で40個。1分20秒以内にいくつ割れるかな？パパパーンと頑張ってね。1分20秒は結構短いな。めっちゃ先の方まであるね。え？待って。は。全然届かなかった。ちょっと一回のさ、ちょ、一回でさ、ちょっと、呪いんだが、なんか横から攻撃された。やめてくれる？いやー、待って、あれ親分系やん。おいー、ちょっと、ギャラドスに囲まれとるんやけど。ちょ、あのさ、ミニゲームのコースにはモンスターというポケモンが入ってこれんようにしてくれませんか？
集中できねえんだが。はっ、この辺もしや、くっ、ジャンプせんでもいける気。あー揺れないでくれ。はっ、そう、これぐらい微動だにせん感じで追っていただきたい。あー、びっくりした。今何個、 18？ はっ、あーちょっと待って、怖いんですけど。でもいけそうな気が。待って待って待って、遅い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 、早く早く早く、あと2つあと2つ、くっそギリギリ。やっぱあれを、あのギャラダスに囲まれたところやって。お疲れ様。今回割った風船ちゃんは22個だね。しかも親分系のポケモンなんか2、3匹ぐらいおらんかった、あのコース内に。まだまだ駆け出し、そんな君にはこれをあげよう。あゆのはコロコロ豆を2個手に入れた。みずみずしい大粒の豆、鳥ポケモンや魚ポケモンの好物で、投げた場所に引き寄せることができる。ちょ待って、最低ラインをやっぱりクリアしたいです。はい。ふー。じゃ、これラストにするね。よし。行くぜ。もうなんか、無理そうなところは諦めていこう。そうよ、まだあと半分あるんよ、コースは。そんなね、一箇所でね、5秒も6秒も使えよる場合じゃないんよってね、やりよるの私なんやけど。はぁ、あ、滞空時間が長え。いけ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 。多分ね、この無駄な時間がマジで1個もあったら、でもさ、それって最低ラインしかクリアできんくね？そんなことない？みんなもっとスピード出せるんかな？いける感じ？あーでも、お、今の届いたんや、やったね。絶対いけんと思った。確実にいけんやろうと思った。はーい、届かなーい。でも全然全然、はいはい。あ、もう時間、こんなに時間違う？マジで？そんなに時間無駄にしとった？むしろ、ね。そこにびっくりなんやけど。ほらー、イエーイ、最低ラインクリアー。言うて最低ラインなんやけどね。でも嬉しい。やったね。ふぅ。お疲れ様。今回割った風船ちゃんは25個だね。お、最低ラインプラス1。なかなかやるじゃないか。そんな君にはこれをあげよう。ああいうのは生き生きな方3個手に入れた。なんでさー、最低ライン、まあ、最低ラインやけど、クリアしてそんなそこら辺に生えてるようなものなん。ということは目標の24個以上達成だ。おめでとう。サブ任務47、海岸の風船割り。あ、まあでも、これでハイパーボール10個もらえるんか。イエイ。ポケモンと君の息ぴったりな走り、見てて熱いものが込み上げてきたよ。より高みを目指し、挑戦を続けてくれ。てかさ、今、スーパーボールまでしか、何？売ってないわけよ、お店では。ハイパーボールも売られるようになるんかな？そんなアナウンスなかったけんない？他は？